ウィスコンシンカード分類課題は強化学習の状況の変化に直面した際の柔軟さを意味するセットシフティングの能力を見るための神経、心理学的課題である。ウィスコンシンカード分類課題のプロフェッショナル向けのマニュアルはロバート K ・ヒートンとゴードン J ・チェルーン、ジャック・エルタリー、ゲイリー・ジー・ケイ、グレンカ・アーティスによって書かれている。 コンピューター版ウィスコンシンカード分類課題のスクリーンショット。下に示されたカードが1から4のどのグループに分類されるかは、このカードを記号の色、数、形のどれに基づいて分類するかによって異なる。まずはじめに、いくつかのカードが実験参加者に提示される。これらのカードに描かれた記号は色、数、形がそれぞれ異なっており、 実験参加者はカードを、記号の色、数、形のどれに基づいて分類するのかを決めることとなる。その後、実際に実験参加者は一山のカードを受け取り、そのカードを以前に提示されたカードに対して1枚ずつ分類していく。実験参加者にはカードを、記号の色、数、形のどれに基づいて分類するのが正しいのかは、知らされないが、一枚分類するごとに、 その分類が正しいのか否かが知らされる。この課題の途中で分類のルールが突然変更され、実験参加者が新しいルールを学習するためにかかる時間や、この学習の際に生じるミスの数などが解析され、点数化される。元々のウィスコンシンカード分類課題では、紙のカードを使い、実験者と実験参加者が机に向かい合っていっていた。しかし、 1990年代初頭にコンピューター版の課題が作られ、最近ではマイクロソフト Windows5 のバージョン4.0が作られている。後者はマニュアル版では非常に複雑だった点数化を自動で行うことが可能である。この課題の所要時間は約12から20分ほどで成功したカテゴリー、課題、正当、後藤。 補足的な語道の数、パーセント、パーセンタイルなどのいくつかの精神測定学的な点数を算出することが可能である。臨床的には、この課題は、神経心理学者や臨床心理学者、神経学者、精神医学者の間で、後天性脳損傷や神経変性疾患、統合失調症のような精神疾患の患者に対して広く用いられている。 この課題は、前頭葉の機能障害に対して感受性を持つと、されていることから、実行機能の計測法として有効であるとされている。それは例えば、戦略的な計画、系統的探索、環境からのフィードバックを利用した認知セットのシフト、目標の達成に向けた、行動の方向づけや、衝動的な応答の抑制のような前頭葉、機能である。 この課題は6歳半から89歳までの幅広い年齢の患者に用いられている。この課題を正しく遂行するには、注意やワーキングメモリ、視覚処理などの様々な認知機能が正常であることが要求されるのだが、この課題は前頭葉検査とルーズに呼ばれている。それは前頭葉に損傷のある患者の多くは課題の成績が悪いためである。 特に前頭葉世外側部に損傷のある患者は対象群に比べて補足的な後頭が多いことが知られている。最近のウィスコンシンカード分類課題に関する因子分析によりこのような補足的な後頭の数は損傷を評価する上で最も良い計測指標であることがわかっている。このような障害はより正確には実行機能障害と呼ばれる。 ウィスコンシンカード分類課題は PET やフムリーなどによる脳機能イメージングの実験パラダイムとしても用いられる。高転性の損傷研究から予想されるように初期の PET による研究によってこの課題を行っている際に前頭前の背外側部の優位な活動が観察されている。しかしより最近のフムリーによる研究によって 前頭前の原外側部や、お上角が、ウィスコンシンカード分類課題に必要な、セットシフティングに最も重要な役割を持つ部位なのではないかと考えられている。また、かつては純粋な運動系の障害として、考えられていた運動ニューロン病のような、神経変性疾患の患者にもこの課題を適用することによって、これらの患者の少なくとも一部には、 ある程度の認知機能の障害があることが示されている。発達障害では ADHD がこのテストにおいても前頭、前のの活動が活性化しないという特徴が見られる。この課題は統合失調症に関する研究にも広く使われている。ありがとうございます。